ナスカサバイディのぶチャンネルです、本日はですね、ゲンチャンバンビエン館を裏ルートで走ってみた、こちらのですね、第2弾、こちらをお送りします。タゴーンからポンホーンまで、こちらをですね、約60キロの区間をですね、走った動画を、第2弾として、アップします、ご覧ください。
今の13号線沿いっていうのは開発がある程度進んでるんで、ね、ラオスっぽさがだいぶ損なわれてると思うんですけど、こっちの道はねまだ逆に昔の13号線の雰囲気が残ってるんで、僕は最近この道通るの好きですね。懐かしい感じがします。雲が怪しく
この上流にナムグムダムがあります。ということでですね、田子峠のサムニエクですね、田子峠のサムニエク、そして、孫川ですね、ナムソンを、鉄橋で渡りまして、でその先に高浦の工場を経て、一路、約60キロですね、本方に向かって走った動画でした。今回の動画はここまでになります。まだチャンネル登録していただいてない方、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、動画のテーマなんかリクエストありましたら、コメント残してください。ぜひお願いします。ご覧いただきましてありがとうございました。